はい、今回は嵐・櫻井翔がジャニー北川の件について話した回、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。 こちらの話ですね、えーまあ、ちょっと注目されている話ということで、えー、こちらに関してはちょっとだけ分かりそうなんですね。あのこのジャニー喜多川とか、まあ、ジャニーズの話を調べてた時があるんですけど、なんかジャニーズファンの方がですね、このカウアン・岡本の発言がなんかおかしいとか、いろいろ言ってたんですけど、ちょっとあんま難しくて分からなかったんで、えー、この件はちょっといけそうかなと思ってね、この櫻井翔の件、櫻井翔ってのもちょっと分かるんですよ。でまあ、あこの桜井翔が あねニュース番組に出てこのジャニー北側の件について言及したんですが、あまあ事務所擁護にもあったと、まあ、こういったことが今注目されているんでこちらの件を今回ね考えてお伝えしていきます。まあ、この会っていうことはまあ結局桜井賞もまあ、ジャニーズ事務所をま擁護するよねっていうで本当のことをま言わないよねっていうまあ、そういった話だと思うということで。 えー、そちらを考えていきますすよろししくお願いいたしますまずどういったことかっていうと、まあ、ご存知で、えーまあ、見られた方も多くいらっしゃるかもしれませんがこの桜嵐の桜井翔が、えー、6月5日の「まあ、ニュースゼロ」っていうね「えー、ここニュースゼロ」っていう番組に出てるんですよねでここで、えー、このジャニー喜多川のね「えー、○○」の問題について触れたんですがまずここです一つ目時折涙をこらえながら言及したっていうね、えー、ここなんですよ これあの、まあ、どういうふうに思われるか分かりませんが本当に悲しいのかどうかっていうのはわからないしこれっていうのがね1つ作戦かもしれないんですね。えー、涙を流すことによって、えー、感情的に働きかけるっていうその作戦ですね。うん、当然、えー、そういうのを考えているものがおる,おるでしょうから後ろでね桜井翔が考えているかどうかはからないですがこういうことを言って、えー、人々がね、えー、まあ どういうふうに動くのかっていうことを考える。うん。まあ,あのこういうところで感情的にね。働きかけるっていうのはおかしいんですよ。普通にうんき、きちっとあの話の筋通して言うんだったら、あの最初から最後までえー、まあ、言えって話なんですけど、言わないでしょ。結局何も言わないんですよ。でえー、まあ、そのまことについて考えていくんですが。ま桜井翔はあまあ、言ったんですね。2つの側面があると。 で一つは、櫻井翔が今もジャ,ニーズにジャニーズ事務所に所属しているということで、でこのもう一つは、自分は被害者側に見られる立場に置かれているということで、まあ、コメントが難しいとかって言うんですよ。で、またなんか、ここからまあいろんなことを言っていくんですが、まあ、なんていうのかな、まあほ、本当のことで確信部分を触れないんですよ。 あのうまくお茶を濁そうとして、まあ、お,お茶を濁しきれてないと思うんですけどその立場でどうのこうの話すのが難しいとかって言ってまたここですね 憶測で傷つく人たちがいるとかっていうことを言って昔ジャニーズジュニアとして時間を共にきた時間を共にしてきた大切な仲間にはもう芸能界とは違うところで新しい人生を歩んでる人がたくさんいるとそういう人たちにあらぬ憶測を呼び今回の問題の対象になってしまうことは何よりも避けなくてはいけないと言うんですよ。うん あなた知ってるでしょ。桜、うん、井翔はジャニーズ事務所にいるし、芸能歴長いでしょ、嵐だから。うん、人気あるから知ってるでしょ、うん。知ってること言えばって話、普通に。言えないんですよ。そんなことも分かってるから、別に。背後から宗主国の意向か、あねまあこの桜井翔そのものが勇気がないとも取れるんでね。うん、でこ、この掛け合いっていうのは何かっていうと、桜井翔がこの話題にえ触れる、体載を取ったんですねえ。そうなると視聴者は思うんですよ。 なんか言うかなとか思うじゃないですか。ジャニー喜多川の件、なんか言うかな。知って知ってるわけですから。うん、ジャニーズ事務所に在籍してるタレントだから何かを知ってるわけですよ。うん。何かっていうかわかんない。全部知ってるかもしれないね。 何か言うかなとか言うじゃないですか。知ってることだったら、ああ、言ってくれればいいんですよ。別にね、それを聞いたところで、うん、別にもうある程度分かってるから、もう昔から、ね、裁判とかにもなってるんで、別に今更って感じなんですよ。しかし、えー、何か言おうとして、うん、隠すみたいな。だから、視聴者がいろんなことを憶測するんですよ。うん、憶測しないでください。あらゆる憶測を呼んでね、どうのこうの。いや、それ、あなたが言わないからですよ。言いそうなふりをして、うん、言うようなふりを見せかけて、実は言わないから視聴者があ思うんですよね。 うんでこれっていうのは、あの比較的単純なあ話なんですよ、このもう、ジャニー喜多川が今いなくなったんで、責任を取る人間がまあいないんですけど、まあ社長かな、でも社長っていうのもどうかと思うけど、そういったことをすべてあの明かしていけばいいんですが、まず明かさないんですよね。うん で、えー、またな何かね、えー、もう言ってることがもう僕もちょっと調べたんですけど、何も言わねえじゃないかって、突っ込みそうになったんで、ね、何も言わねえじゃないかってあの思うんで、でまあ、言うんですよ、桜井翔がね、ジャニーズ事務所は話したくない人の口を無理やり開かせることなく、プライバシーを保護した上で、どのようなことが起こったのか調査してほしい。 ねえー、まあ被害に遭った方とかにはもう二度と不祥事が起こらないように体制を整えなければならないとかってね最後にまた言うんですよ。えー、その〇〇側絶対に起こしてはならないし絶対に起こしてはならない、えー、っていうことを言ったんですよ。うん、で、うん、その〇〇を絶対に起こしてはならないって、うん、思うもし本当に思ってるんだったら、うん、それ言えばいいしでこの僕がいくつかね 5個ぐらい、えー、このリサーチしてみたんですけど、桜井翔って、この、なんか、泣いてね、えー、この涙を見せて、うん、なんか、よ、名演技って感じですけど、あバレてるけどね、うん、これ別に僕以外の人もバレてるんですよ。なんか、名演技っていうか、わかんない、わかんないですけど、ファンの人が言ったらね、印象悪くなるんで、ちょっと言いづらいですけど、大根役者的な、あもう丸見えじゃないですか、うん、そのこれこれってだから言ってん,んですよあ、泣いたようなふりをしたりとか、涙を見せたり言うような、いうようなことをして、これ何を言ってるかと。 こういういこことですよこれ以上、触れんなよってこれ以上この件触れんなよって、そういうこと言ってるんですよ。見た目は、ね、その泣いてる、ね、え悲しい涙を,涙をこらえながらっていう、なんかそういった感じじゃないですか。で、いろんな、なんか、もっともらしいことを言うけど、実は中身が何にもないんですよ。だけど、言ってることってのはこういうこういう、こういうことなんですよ。これ以上、この件触れんなよって。そういうのが本音だと思いますよ。 うん、で、僕が言ったじゃないですか、これ以上、おまあ、これ以上、このジャニー北川の件、追及すんのよっていうのが、桜井翔はじめ俺、おそらくジャニーズの多分本音なんですよ。その心、視聴者に見抜かれてるよって。うん、僕も思いますよ、うん。中身のないこと言うなとかって思うんですよ。で自分はなんかうまく言えたつもりかなんか知りませんけど、うん、見てる人、そんなに、あのね、わ、えー、からないわけじゃないから。桜井翔っていうのは、あこの、 ねえー、涙を浮かべてうるうるって感じで、うんでそれ以上おそのまあ、演技してこれ以上この件調べんなよっていうことだと思うんですよ、うん、だけどこれっていうのは皆さんも思ってるかもしれないんですがちょっとですね、えー、今 時代の流れが変わってきている方向もあるんで、桜井翔がこのね、涙の演技を見せようが、名演技を見せようが、大根役者を見せようが、全く関係ないんですよ。別のところからおそらくこれっていうのはわかるんじゃないかと、えー、僕はあ思っています。うん、っていうか、あ僕、その調べてて、普通になんかこうね、あんまりちょっと表現がよくないのかもしれないけど、見ていて何なんだろうかなっていう、まあ、疑問とかあ、批判的なものを持つんですけど、いや、知ってるでしょって、ま、うん、た桜井翔って、ジャニーズにいるんだから。 言えよってこういうそういうところに出てくるんだったねでそれか100歩いずってそういうのがまあ多分言えないんだろうから、うん、じゃあ言うなよってなんかこう言いそうな感じで言わないとかね、うん、で本質なことに触れそうな本質的なことにえ触れるかなと思って触れない のラーリクラーり言ってさ、そういうこと言ってるから視聴者がね、思うんですよ。別に僕は正直テレビ見ないし、別にそんなにあのジャニーの件ね、ジャニー北側の件にさほどまあどうっていうこともないし、今回思って皆さんも思うかもしれないけど、まあ、ファンの人がいたらすいませんっていうことで、うん、こういうだからニュースの番組に、このジャニーズのーこの人間をキャスターに務めること自体どうかと僕は思いますよ。うん、おかしいと思います。うん、で、 あの単純な話なんですけど桜井翔が言わなくたって別にいいんですよ。うん、時間とともにもう明らかになるからおそらくあの。今までこれ隠してたんですけどアメリカでもこの小丸○丸の問題が明らかになったんですよ。A○○ 〇〇隊員とかねその島の話とかでバレてるんですよ。だから日本の宗主国がちょっと勢いを弱めていってこういったまあことをしていたっていうことがあこう明らかになったと。でこれってね あ,のあんまりちょっと何て言っていいのかわからないけど解決する方法ってこれあるんですよ。まあ、この問題っていうのはもう解決できるかどうか過去の話っていうのはわからないけど解決っていうかこれからよりよく向かう方向っていうのがあるんですが、まあ、それがまあ難しいんですね。 まずこのジャニーズ事務所っていうジャニーズのタレントっていうのが、えー、このマスコミ、えー、とかテレビとかに出てくることによってそのものすごくね、えー、巨大なお金が動くわけですよね。後ろにはその創始国ね。えー、まあその創始国っていうか、うん、まああの T○○ 会とか S○○ 会とかそういったものがおるんでなかなか難しいんですが、えー、まあそういったまあ利益利権を断ち切ってですねこのマスコミ側がまあ無理でしょうけど難しいでしょうけどこのジャニーズ事務所との関係をまず切 とジャニーズを別に使いませんよって他にだって、いるじゃないですか、あの素晴らしい芸能人、別にジャニーズだけじゃないですよ、立派な芸能人いるじゃないですか、そういった人に目を向けて、えー、あのそういった人たちを起用すればいいんですよ、マスコミがね。うん、で、あと、それがもしできないっていうんであればこういった作戦もあるんですよ。だただ、これっていうのはほ,ほぼ無理なんですね、うん。日本国民がジャニーズを相手にしなければいいんですよ。 そんなことできるわけねえじゃないかって多分思われると思うんですがそれがあ日本の創始国が日本に数十年単位で引いたあ一つの作戦なんですよ戦後の 3S 政策の一つですこれあのジャニーズの正体っていうのは僕はそういうふうに思ってますそういうことを言ってる人がほとんどいないかもしれないんですがなぜかっていうと理由は単純なんですよジャニー喜多川っていうのがあ創始国アメリカの傘下、えー、にいたエージェントだからです で、えー、そのテレビを使って、うん、このジャニーズの、別にそれを見てる方がどうのとかっていうわけじゃないですよ、女性とか、まあ、男性とか、だかそういった 3S 政策の一つ、一環を担ってると。で、えー、この黄色い声を浴びる、えー、人気のあるこの、まあ、いわゆる王子様ですよね、王子様の正体っていうのは、テレビに出てくるまでものすごいことを通過してるってことです。そういうなんか意味の分からない儀式とかね、そういうのを通過してるわけでしょ、うん。だから狂ってるんですよ、はっきり言って。狂ってるし、腐敗してるんですよ、日本の芸能界って。 日本の芸能界というか、まあ、世界の芸能界だと思いますけど、まあ、腐敗しきってますからそういう変なね意味のわからないことで、うん、だからまずそういったところに国民が気付くのもそうですしジャニー喜多はいなくなったんですからあもういないわけじゃないですかで他の方たちに頑張ってもらえばいいんですよ他の芸能人の方たちにそして国民は他の,その方たちを応援すればいいんですよで本来っていうのは このジャニー喜多川のこの〇〇の問題っていうのは国会議論のテーマなんですが話題に上がりません。なぜならジャニー喜多川が外国のエージェントだから創始国の参加の人間だから。 だから国会もジャニー喜多川もマスコミもまあその事務所もそういったものの外国勢力の息がかかっているのでどうにもならないということを考えると国民側が離れていくというのが一番いいんじゃないかと僕は思うんですよもしこの問題を本当に解決すとかこの問題を明らかにするのであれば国民が気づいてジャニーズから離れていくジャニー喜多川から離れていくそういったことがいいんじゃないかなと思います。 で結構これっていうのも有名な話なんですが、桜井翔っていうのも、このね、えー、全然本当のことを今回言いませんでしたけど、ジャニー来たかの確か桜井翔のお父さんがですね、電通っていう会社の役員だったと思うんですよ。もろにあの外国の傘下ですからね、電通っていう有名な広告代理店、うん、床にね、えー、目のマークがあるっていうのも有名じゃないですか、あ有名な話なんですよ。だからそういった親子揃って、あそうやって外国の息のかかってる傘下の人間なんで、本当のこと言わないと。だからこの この件に関してね、櫻井翔のがこの <laughs> テレビでジャニー北多川の件について言いましたけど、うん、中身がよくわからないし、何も言わないし、まあ、おかしすぎるということで、この件に注目が集まってるんじゃないかと思いますということで、えーまあ、ちょっと僕にわ、えー、かる限りの話だったんで、何かリスナー様の参考になるところ、えー、お役に立てることがお伝えできれば何よりですということで、えー、今回はここで終わりです。